どうも野村さん動画の方いつも送っていただきましてありがとうございます体の枝のねステーキング報酬の切り替わりエポックというやつがまた来てるわけですけどもエポックっていうのはなんかね起点というそうですよねなんか出発点であるとか通過点であるとか、うん、ある一定のポイントを示す言葉それをエポックというらしいですけどもこの体の時間の流れも、まあ、エポックというのでねこう区切られているということで今回は3 3 0 354エポックから356エポックまでということですかね。まあさまざまな時間の概念があるもんですけども昨今ね暗号通貨全体があまり活発な動きを見せていない。まあでもよく言えば安定しているってことですよね。ボラテリィティがこう激しく大きくなってるわけでもないですしこれはなんか2つ考えられるんですけども1つは暗号通貨がちょっとね冷え込んできたのかなと。でもう1つは安定価格になって これから徐々に売買取引に使われ出すのかなとかね2つ思いがあるわけですけどもさあまだまだこの暗号通貨ってのは通貨のようにですねまあやり取りするにはなかなかリスクが高いなと思わせるもんでございます、まあ、ある国ではね国の通貨にしようという動きがあって取り入れたみたいですけどもやっぱりうまくいってないというところもありますしそれから暗号通貨ってのはどうですかね未来の通貨概念だと思いますし まあ通貨だけではなくてねそのブロックチェーンという技術がいろんなものに使えるんでここが注目のポイントであるかなと、まあ、その一部に通貨ってものも使えるよと資産を表すものとしても使えるよっていうことだと思いますけどもそうですね今世界中で景気交代が起きているるかなとも思えるんですよこれ世界同時不況というよりも不況っていうのはその不況を乗り越えたら前と同じぐらいもしくは前と 今以上の水準に経済規模が戻るってことだと思いますけども今回はね経済交代って言いますか今まで120だったものが110で安定したり110だったものが70で安定したりするのがまあ、景気交代なのかなということなんですよねまあ、同じようにグローバル経済がもう行くところまで行ってしまって逆に今度ブロック経済といってその地区その地区で経済圏やま支配権 従属権を回していきましょう。ってことになっていくのかなとも思いますよね。うんまあ、コロナから始まり、えー、まあ、世界を二分する戦争というものにもなりましたんでね、えー、実際に日本はまだ戦線に参加はしていませんけども、もまあ、後方の後方でまあ、日本も結局どちらかの陣営に属していると言えるのかなと思いますよね。その影響もあってエネルギーのことです。とか海運のことですとか。 取引のできる国国ととホワイト国とそうではない国というふうな色分けが進んできて私たちもここのところね知らなかったことにかなり気付かされた、まあ、そういうふうに世界って分類されてるのかみたいなところがあったと思いますけどねさあこれからどうなっていくんでしょうかうんまあ体のだけ見てればね人生がうまくいくってことではないっていうのは、まあ、こういうことなのかなと思います、まあ、しかしね体の情報も私たち体のホルダーとしては かなり重要なものになりますのでこれからも一緒に見ていきましょうそれではまたよろしくお願いしますあちなみに今回 YouTube アカウントが制限されてますのでサブアカウントからの連絡でございましたよろしかったらチャンネル登録お願いしますでは